ヒョードル・トレポフ、ヒョードルフ・フヨードロビッチ・トレポフは、帝政ロシアの軍人、官僚政治家。1831年に、ポーランド反乱の鎮圧から軍歴を開始する。キエフ憲兵隊騎兵司令官を経て、1863年から1864年に、かけて起きた、ポーランドの反乱の鎮圧ぶりで有名になった。1866年には、 ドミトリー・カラコゾフによる皇帝アレクサンドル2世暗殺未遂事件を経て、ペテルブルク警視庁長官に任命された。トレポフは、ペテルブルクの治安維持と政治犯の逮捕に落腕を振るった。1867年に警視副総監を経て、1873年にペテルブルク特別市長官に任命される。 1877年7月に監獄を視察中、政治犯のアレクセイ・ボゴリューボフに対し、自分への脱帽を拒否されたことへの報復として、弁慶とした。1878年にはこの事件に奮撃した、ベーラ・ザ・スー・リチによって狙撃され、負傷する。暗殺未遂事件後は、騎兵大将に劣勢られ、引退した。長男ヒョードルフ・フヨードロビッチ・トレポフは、軍人で、 日露戦争では衛星部隊司令官を務めた。次男ウラジーミル・トレポフは国家評議会議員。三男ドミトリー・トレポフは宮廷警備司令官で皇帝ニコライニセイの相談役として県政を振るった官僚政治家。バッシュアレクサンドル・トレポフは帝政末期に首相を務めた。ありがとうございます。